人生で最も貴重な瞬間、それは決断の時である。太平洋戦争は我々に平和の尊さを教えたが、また生きるための教訓を数多く残している。1943年4月、ガダルカナルを攻略し、ソロモン群島を島伝いに侵攻しようとするアメリカ軍に対して、日本軍は激しく防戦していた。連合艦隊司令長官山本五十六大将はトラック島の基地より最前線のラバウルに自ら前線視察に飛んだ。気をつけ！おいでなスター、日本の電波だ。ハワイにあるアメリカ太平洋艦隊司令部に所属する戦闘諜報部は、暗号解読班だけしか使用できない極秘の地下室である。南太平洋各地で受信された日本海軍の電波は全てここに集められる。この電動式暗号解読機は、アメリカの暗号分析の第一人者トーマス・ダイヤー少佐が考案開発したもので、日本海軍の暗号電報はほとんど解読できるまで性能が高められていた。おい、ちょっと見てくれ。なんだねこれは。これじゃ日本語の文章にはなってないじゃないか。機械が壊れたのかな。これ見てください。ん？わからん。すぐダイヤ少佐を呼べ。大至急だ。調査だ。機械の故障ではない。日本海軍の暗号が変わったのだ。全面的に変わったのでしょうか。わからん。もしそうだとすると、この機械はもう役に立たんね。新しい解読機を作らなければなりませんね。で、何ヶ月ぐらいかかりますか。半年はかかるな。しかし暗号というやつはいつも全面的に変わるとは限らない。とにかくこの暗号を解読するんだ。はい、いいか、全力を挙げて解読しろ。徹夜だ。毎日徹夜してでも暗号を解くんだ。はい、はい、
もしアメリカイギリスと戦争することになれば、海軍はどこまでやれるかね。私は軍人です。やれと言われればやりましょう。半年か一年、思う存分暴れてみせます。しかしそれからあとは保証できません。夢だったか。その一年がもう終わってしまったな。誰か！申し訳ありません。夢を見て目が覚めた。海岸の方へ行ってみたいが、構わんか？はい、お供します。長官、これを。いや、この方が気持ちがいいよ。戦争が行われている海とは思えないな。お前はずっとラバウル勤務か？はい、3ヶ月前までブーゲンビルにおりました。おお、最前線だな。どうだった向こうは？はい、ブーゲンビルの予備隊は気の毒なくらい貧弱であります。そんなにラバウルはいいか？はい、ラバウルにいたおかげで連合艦隊司令長官にもこうしてお目にかかれるわけであります。楽にしろ。そんなに俺がこのラバウルに来たことが良かったかね。はい、長官は帝国海軍の守り本尊であります。神様であります。お前大げさだな。俺は酒も飲み、博打も好きだ。そんな神様がいるかい？だから神様であります。自分たちのすぐそばにいてくださる生き神様であります。ブーゲンビルの奴らは直接神様が拝めなくて気の毒だと思うのであります。ブーゲンビルか、ブーゲンビル。おい、神様をおんぶした気持ちはどうだ？はい、罰が当たりそうであります。嬉しくて。徹夜しなくても大丈夫だ。暗号は解けた。やったー、日本だってよ。日本海軍は暗号を変えたんじゃない。乱数表をちょっとばかり変えただけだ。あの機械にそのことを教えてやればそれでいいんだ。じゃあ、あの暗号解読機は使えるんですね。もちろん。ラバウルまで来たんだ。ブーゲンビルへも行ってやらなくちゃな。ブーゲンビルまではこっから500キロもあります。危険です。この一帯の制空権は今のところ我々の手にある。護衛機もつけるから大丈夫だよ。しかしその制空権も完全に日本のものとは限りません。いつ敵機が現れるか分かりません。失礼ではありますが、最高指揮官たるものは絶対に安全圏から踏み出すものではないと考えます。長官がそれをなさるときは帝国海軍が滅びるときですよ。理屈は君たちの言う通りだ。だけどな、俺は行きたいんだよ。山本がわざわざラバウルまで来て何の役に立つんだ。太平洋のあっちこっちで小さな島を守っている兵隊たちに、おい、山本が来たぜ、しっかりやれよと顔を見せるぐらいしかすることがないじゃないか。山本が顔を見せるくらいだから日本軍の最前線はびくともしないんだな、と思ってもらいたいんだよ。長官、よくわかりました。いやー、出てくる出てくる。大変だ。ビッグニュースだ。レイトン仲裁すらめ大至急だ。レイトン仲裁入ります。
元がこんな間の抜けた過ちを犯すなんてことがあるかね。何かの罠だとすれば年がいりすぎています。貴様らそのまま聞け、バカモン。誰がこんな伝聞を打った奴だ。連合艦隊司令長官の行動をこんなに詳しく打つ奴があるか。敵に招待状を送るようなもんじゃないか。ブーゲンビルから俺が飛んできたと山本長官にお知らせしてこい。長官、ブーゲンビルは本艦が守備している以上絶対に大丈夫であります。どうかご視察はおやめください。君に任せておけないから俺が顔を出すというんじゃないんだよ。分かっております。しかしあの長官視察の細かい日程を無電で打ったのはなぜですか。この無電がアメリカに傍受されたらどうするんですか。暗号は解読されたかもしれない、できなかったかもしれない。まず解読できないのが普通だ。毎日のことを考えて大きな喜びを失うことはできない。ノックさん、君は日本軍のこの電報を信じられるかね。これは合衆国太平洋艦隊司令長官ニミッツ提督の責任ある報告です。はい、たまえ。アラスカのダッチハーバーからの極秘電報です。読んでみようか。山本連合艦隊司令長官は4月18日、先によりバラレおよびショートランドおよび部員を視察せらる。午前6時、これはラバウルの日本時間だな。一式陸航に乗り護衛機ゼロ戦6機にてラバウルを出発。午前8時ブーゲンビル到着。ハワイからの日本軍の伝聞とぴったり一致します。アラスカでもこの暗号電報をキャッチしたんですが、一体どういうつもりでこんな強力な電波を打ったんでしょう。罠でしょうか。いや、我が合衆国が暗号を解読できないという彼らの自信がさせた結果だな。我々に非常に難しい宿題が出された。すでに諸君の手元に配られたデータがある。質問をしてくれたまえ。ミスター山本の護衛機は少ないが、ブーゲンビルにもゼロ戦はいます。我々は P38 しか持っていません。いくら山本の一番近くにいても、それじゃあブーゲンビルまでは飛べませんよ。答えよう。ブーゲンビルには確かにゼロ戦がいる。だからミスター山本がブーゲンビルに着陸する前に叩くんだ。ミッチェル少佐、あとは君のプランを説明する番だ。もしこの宿題が解けたら指揮官は俺がやることになる。そこで宿題の回答を出してみた。目標をブーゲンビルとして、我々の基地からはほぼ600キロある。これを敵さんにいかにわからないように飛ぶかということが第一だ。そこで海上をスレスレに低空で飛ぶ。肝心の山本が予定通り飛ばなかったら、この広大な太平洋の上ですれ違いにならんかね。そうです。最も苦心する点はそこです。こっからブーゲンビルまでの距離は600キロ。ミスター山本のいるラバウルからブーゲンビルまで500キロ、100キロの差がある。この2つの線が最も効果的にぶつかる場所は南太平洋の中でただ1点だ。その1点をどうして探し出すか。君の回答はただ一つあります。ミスター山本より1時間前に発進して途中待ち伏せること。山本という男は必ず約束を守る男です。本当に約束を守ったかね。真珠湾の攻撃は不意打ちだぜ。いや、あれはあくまで宣戦布告後に攻撃開始する作戦だった。しかし当時ワシントンの日本大使館の連中はヘマをやって時間がずれたんだ。山本はそれを知らないで約束通りの時間に真珠湾を襲ったわけだ。じゃあ最終決定を言うからメモしてくれ。第一工程133キロ、方位265度、速度360キロ、飛行時間55分。以下同様に。第二工程141キロ、方位240度、27分間。第3工程200キロ、方位305度、38分間飛ぶ。順調にいけば8時前に必ず敵とぶつかる。以上。見事な宿題の回答だ。しかしレイトン君、
戦争中に敵の最高司令官をこんな風に葬ることは第一次大戦にもなかったね。大統領閣下、パールハーバーの騙し討ちのプランナーは山本ですよ。気にすることはありません。お愛子ですな。決断をお願いします。日数はあと2日しかありません。しかし山本は葬るには惜しい男だ。長官、一番機には私が乗りましょう。一番機には指揮官が乗るものだということを忘れてもらっちゃ困るな。今日は俺が指揮官だよ。はあ、一番機には山本長官、高田軍医少将、福崎副官、二番機には宇垣参謀、室井航空参謀がそれぞれ分乗した。この一式陸上攻撃機のことを日本軍はハマキと呼び、アメリカのパイロットはベティとかライターとか呼んでいた。航続距離を伸ばすために装備を極端に軽く作ってあるので、銃撃を受けると燃えやすいという欠点を意味していた。また一機減ったか。16機な。まあいいや、敵に大和魂があるならこっちにもヤンキー魂がある。それにしてももうそろそろジェントルマン山本と出会う頃だな。長官、着陸10分前です。おお、そうか。では長官、そろそろ着陸準備を。準備か。初めての兵隊たちに会うときに笑った方がいいかな。それとも威厳のある方がいいかな。予備タンク落とせ。敵機です。慌てるんじゃない。基地は近いんだ。敵機です。しまった。長官を守るんだ。
山本が乗っかってんだ。とにかく両方ともやりゃいいんだ。真珠湾の敵だぜ。大丈夫か。機首を立て直すんだ。メティは領域とも落ちた。我々は目的を果たした。もともとすんな。勲章の欲しい奴は逃げろ。俺が一番気に乗ってさえいれば。戦争を極力避けようとした男が皮肉にもその戦いの指揮を取らなければならなくなった時、彼は獅子奮陣の戦いをした。やがて来る自分の運命の終わりを知っていたのであろう。山本五十六の死は決して軽率な死ではない。彼は死ぬことによって後に続くものを信じた。この悲しむべき一幕は我々に戦いに勝つためには敵をよく知ることであると教えた。今日においても正確な情報を先に掴んだ者が勝利への決断を下せるのである。人間山本五十六の死はやがて日本帝国の落日につながっていった。燃やせ男だ、腹くじけるな。